はい、皆さんおはようございます。さあ今回はですね、写真撮影の、ブラドライブみたいな感じですね、今回もね。はい、ってことで走っております。目的地は決まってるんですけど、一応ね。はい、それはおいおい、話していこうかなと思います。さあ、そして今走ってるのが国道の8号線ですね。はい、小松バイパスです。香川方面に向かって今走っております。いや、最近ね、サブチャンネル、立ち上げたんですけど、そこでもね、少し話はしてるんですけど、やっぱりこう写真を撮るっていうのに、だいぶハマってきまして、今ね、この50-20 っていう、少し望遠気味のレンズをで、それを使ってね、いろいろ撮りたいなと思って、あちこち行ってるわけなんですけど、で一番撮りたいのが今野鳥、鳥なんですよね。もちろんちょっとね、レンズとしてはちょっと望遠距離はちょっと全然足りないんですけど、ね、こう風景をバシバシって撮りながら、ちょっと鳥をちょっと撮りたいなみたいな感じで、ね、あちこちこう出かけてるんですけど、もう暑くてね、この暑さでやっぱ鳥がいないんですよね、昼間出てもね。早朝とかであればね、全然まだいるかもしれないんですけど、ということで、なんか今もね、こう鳥が取れそうな森林公園に向かっている最中でございます。さあ、八号線降りまして、木場型の横を通る感じですね。今ね、右手が木場型ですね、小松ね、小松市の木場型を右手に走っていく感じですね。海に向かって今走ってます。木場型もあれか、野鳥は撮れるのかな。まだじっくりちょっと歩いたことはないんですけどね、木場型ね。結構なんつうか人が多いイメージなんでね、木場型ね。ちょっとまた時期を見ていきたいなと。確か桜も綺麗なんだよね、木場型ね。さあ、途中曲がって変なとこ入ってきましたね。今完全に勘で走ってますけどね。こういうのもドライブの楽しみっちゃ楽しみ。あれ、なんか神社あるな。神社あるね。こう決められた道ばっかり走るってのもあれですね、楽しくないですね。たまにはこう横道に入ってね、見るとなんか新しい発見もね、あったりするんでね。完全に集落の中だな。いや、ますますどこ走ってんのか分かんなくなってきたな。合ってんのかな。お、あの左手に遠くて見えねえか。なんつうんだろう、仏像って言ったらいいのかな。はい、でっかいのが見えてるんですけど、あれが一応目印になるな。ここはあれだな、なんか田んぼも多いし、緑がなんか豊かな場所だね。ああ、こういう場所ほんと好きやわ。この辺でもなんか野鳥でいそうだよね。来ました。そしてここが芝山型ですね。芝山型、右手がそうですね。見えねえけど。うわ、目の前に出てきた。まさか目の前に来ると思わなかったな。でっけえな、これ。しかしこんなでかいんだ。そりゃそうか、びっくりした。急に出てきたわ、これ。目の前に出てきたな。ナビに岩戸山って書いてあるんだけど、岩戸山ってなんだろうな。カタカナで岩戸山って書いてあるな。なんのこっちゃ、わかんねえな、これな。さ
さあ、そしてやってきたのが県道の148号線ですね。はい、これでピンとくる方は、地元の方ですね。はい、まあどこに向かってるかというと、今ね、天御前のサービスエリアの方向に向かって今走ってます。まあ天御前には行かないですよ、うん、まあ近いですけどね。まあ天御前って言ってね、ここまで来たらもう大体の方はまあね、私の動画をご覧になられてる方はわかるかもしれないですね。はい、来ました、笠野岬ですね。笠野岬にやってきました。はい、ということで笠野岬にやってきました。はい、以前の動画で見覚えある方ね、いらっしゃるかもしれないんですけど、で実際行きたいのはですね、笠野岬ではないんですよ。はい、ここの少し南側にある、橋立公園ですね。橋立自然公園っていうのかな。はい、ここに行きたいなと思って今日はやってきました。では行ってみましょう。はい、橋立自然公園、これ北側の入り口ですね。はい、一応東側にも駐車場があるのかな、管理棟があるっていう場所ちょっと調べたんですけどね。これ今案内図です。今いるのがこの右下のここね、ここです。で、公園のこの、これ今あの北が下になるんですけど、左側ね、ここにも駐車場がありますね。でちょっと自分が行きたいなと思ったのここに大堤野鳥観察塀っていうのがあるんで、この辺の池に行ったらもしかしたら鳥がいるんじゃねえかなみたいなところもちょっと期待しつつやってきたわけなんですが、早速行きましょう。この下の道とか見る限り結構綺麗だよね。うん、整備されてる。なんかすごい小鳥が飛び交ってんだけど、ちょっと気になるね。難しいですね。まあ鳥がちょっと小さいっていうのもあるし、やっぱ距離もあるからね。やっぱり50、250だとちょっと限界はあるね。原っぱって言っちゃう？どっちだろう？どっちだ？池かな、やっぱり。池だろうな。あ、でも右もなんかありそうだな。ちょっと行ってみようか。なんかまっすぐも行けるのか。まっすぐも行けんだね。うん、てか、この、下がちゃんとした道なんで、こっちを選んできましたけど。でもなんか野鳥観察っぽい部屋があるね。でもなんか鳥の声あんましないんだよね。セミの鳴き声はずっとしてんだけどな。あ、これこの穴から覗けと。いうことね。ヤブカがすごい。ヤブカがすごいわ。虫除け持ってきてねえな、そういえば。あ、なんか鳥がいる。見えるかな？鳥がいるね。ちょっと取っとこう。あ、あの奥にも鳥がいるんだね。カモかな。カモですかね。なんかいますね。ちょっと帰りまた寄ってみようかなと思います。
いるね。ただ蚊がすごい。虫除け持ってくればよかった。ちょっとしまったな。なんかでもちゃんと鳥が取れたのって、なんか初めてな気がする。これなんか野鳥撮影にハマる人のなんか気持ちがわかる気がするな。上野池。上野池か。こっちも行ってみようか。あ、戻っちゃうね。戻っちゃうわ。やっぱり水辺だからか、わかんないですけど、やっぱ蚊が多いわ。これはちょっと虫除け、持ってこなきゃいけないな。買わなきゃ買わなきゃと思って、なんか忘れちゃうんですよね。そもそも持ってないっていう。どうなのみたいな。でもなんか、やっぱ鳥はいそうな感じなんだよね。やっぱりだいぶ、涼しくなったしね。言っても30度ありますけど。ね、少し前に比べれば、だいぶ暑さも和らいだんでね。下の池。ていうか、ひょっとしてこっちかな。立ち入り禁止になってるな。はい、ここはなんかピクニック広場みたいですね。うん、すごい綺麗。整備されてる。うん、まあ他にイノシシとかクマとか出なきゃいいですけどね、ここでやっててね。はい、ということで、今回、ブラドライブということで、橋立自然公園というところにやってきました。うん。いいね。野鳥もなんかあそこ、普段からいそうな感じだよね、あれね。うん。なんか、ちょくちょく来てもいいかなって、ちょっと思いました。はい。ここはもうなんか、あ、この網はもともとついてるのか。ネットね。うん。はい、ということで、これからね、紅葉も始まってくるんじゃないかと。まあ、もうちょっと早いか。うん。っていう時期ですので、はい。皆さん、どんどん外に出て、行きましょう。はい。気持ちいいですよ。これからそうだね。涼しくなってきたら、散策するにもいいかもしれないね。この気温的にもね。そういう季節がちょうどやってきますね。ということで、今回、動画はこの辺で終了したいと思います。また次の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。